国立療養所大島清小園は、香川県高松市阿寺町に位置する国立、ハンセン病療養所、高松市の離島である大島に所在する。大島の西には、桃太郎伝説の鬼が島とされる女木島、南には、八島の戦いで知られる、八島、東には、ちょうど島が存在する。野島康春が長らく所長を務めたほか、林文雄が晩年に勤務した。 歌手の沢地恵が毎年無料のコンサートを行い、島の内外から多くの人が訪れているほか、2010年から大島が瀬戸内国際芸術祭の会場の一つとなった。しかしながら、国土交通省四国運輸局より、館長船に不特定多数の乗客を乗せることは違法の可能性があるとの指摘を受け、2016年より所要のあるもの以外の乗船ができなくなった。 このため、大島青少園入所者自治会が定期航路での就航を要望、2019年1月21日付で定期航路としての認可を受け、同年4月26日より一般の乗船が再開されることとなった。入所者、職員、来所者の交通、物資輸送のため高松港から関遊船が運航されている。高松大島間は一般の乗船は 定期航路となる2019年4月26日以降、可能となる。ありがとうございます。